最高だな、これいつでもどこでもリラックス、これ、洋平さんね、あ、めっちゃいいですね、これなんかね、いつもと違う目線が開けてるよ、これこれ買ったんだよ、これ新しく自分の相棒としていいでしょ、これ田村キュン、はい、君、出てないでしょ、僕出てないです、安定の仕上がり具合です、本当にどうしようもないね、もう、はい、あ、というわけで、参りましょうか、はい、プチリゾートじゃないですか、バーベキューこいつさえあれば、いつでもね、プチリゾート、デゾートなんだよ言えてないよ、いつでもプチリゾートなんだよ、ね、あ、ちょっと、ちょっと、ヨさん、あ、ケンさん、奇遇ですね、はい、いやバカ野郎、はい、というわけでございまして、これから、我々、ね、3人、まあ、慰安旅行っていう感じですかね、そうですね、はい今日は白川郷の方をね、はい、巡って、ね、あの見たことないけどね、このね、あの2人とも、そうなんです、僕行ったことないんです、一回も行ったことなくて、高山はあるんでしょ、高山は何回か、2、3回行ったから、高山ね、はい、まあ、あの、はい、県外のね、人から言うと、岐阜というとね、あの高山という、ね、印象が強いんですけども、まあ、岐阜市からね、高山、結構離れてますよね、結構遠いですね。ですよね、はい、白川郷はもう またさらに奥さらに北の方、ね、北の方ということで、はい、まあ、今回はですね、まあ僕は岐阜市ね、岐阜の出身なんですけども、まあ、生まれは鹿児島の、まあいいんですよね。ね、まあ、あのアロマ王子はあの横浜、はい、ね、で君はねっていうわけで、僕和歌山です、ね。和歌山、はい、和歌山ね。ちょっと長さない。まあ和歌山だということです。はい。はい、まあ、白浜ね、いいところですよ、ね。いいところです。でね、はい、でそういうことで、まあこれからね、今日二人をね、こう案内しようという感じでね。お願いします。まあ、僕も岐阜に住みながらあんまりよく分かってないので、今回はね、こちらのね、岐阜のね、ルルブさんのね、まあ全面協力を得てですね、こちらでこちらに頼りきりでいきたいと思いきら思います。はい。はい、参ります、はい、さあ今日はですね、はい、我々あのフリマね、フリマといってもね、フリーマーケットじゃございませんよ、ね、フリーマッサージ軍団はこちら、はい、洋平さんが作ってくれました、何でしょうかこのキャラは、ね、あなたの肩を揉ませてちょうだいとね、フリーマッサージプロジェクト、ね、私たちはマッサージによる触れ合いを通じたコミュニケーションの素晴らしさを伝える活動をしておりますと、ご協力をよろしくお願いします、あなたの肩を揉ませてくださいとね、でこう YouTube ね、やってますよとこうさりげないこのね、マインドコントロールといいますかですねサブリミナルをね、こうサブリミナル思いっきり見えておりますけど、ね、そんな感じでね、まあ、こうクローバーでねあしらってこの平和のね象徴ね、あからさまですけども、こちらをね使って、たくさんの人を癒してね行きたいと思っておりますんで、ぜひ期待してくださいね、あ、これ富士山、富士山、富士山、富士山ですか、富士山、富士山、はい、そうなんですか、はい、まあ、全然ちょっと分かんないですけどこんな感じでねやっていきたいと思いますありがとうございます。ちょっとこれから僕たち旅に行ってきます。どこまで行かれるんですか？白川郷行って、その後高山行って、ゲロ行って一泊して。ああ、いいですね。はい。はい、行ってきます。はい。ありがとうございます。はい、というわけで、やってまいりました。はい。ほらほら。ほら、おじさんがちゃんと見てくれてるじゃないか、これを君のね。触れ合いのおかげで。行ってまいります。はい。行ってまいります、ありがとうございます、行ってまいります、行ってまいります、はい、ありがとうございます、皆さんの祝福を得てですね、我々あの颯爽とね危ない行ってまいりたいと思いますよ、ちょっとテンションは高くなりすぎてですね、こう事故らないように、ね、気をつけたいところでございますけどね、いやいやいや、どんどん最近僕これお気に入りなんですタムちゃんもなるべくここね入るようにしてね、はい、今もね、はいちょっと寝てんじゃん、はい、もう、はい、もうちょっと寝てましたよ寝てるじゃん、もうちょっと寝てました全く寝てない、僕は全く寝てない、ね、じゃあ、まあ、寝た方がいいよ、寝ろよ、もういいよ、まあ、さあ通れるか通れるか通れるか、これ僕毎回ドキドキするんですよね、あ、開いたー、突破イエース、まあ、高速入っただけですけどねこちら高山の方、高山の方に向かいたいと思います、東海北陸自動車の方、イヤホーイということで出発、はい、
いやー本当ね、僕のね人生のテーマはいかに周りの人を巻き込んで、ね、幸せにしてこう笑顔になってその中に自分がいるか、それが僕のフリーマッサージプロジェクトのテーマでもあります。僕のフリーマッサージプロジェクトのテーマでもあります。飽きてなかったバカ野郎人ってやっぱほらそれぞれみんな得意な分野があるじゃないですか、はい、僕はあの指圧マッサージのねこの分野が得意でそれを教えるのが好きでね、人との触れ合いも好きだし、でそういう得意分野を僕は自分でね生かしてやっていきたいと、これからねそれを必要としてる人に、で他の人でもこの人でもっていうか世の中の人みんななんか得意分野があるから、それを誰かにこう提供したりだとか、ね、伝えたりっていうことができると人生すごくねハッピーになるんじゃないかなと思って、で僕はやっぱねマッサージスキルをねもっとそれを必要としてる人にね、届けに行くためにこうしてね車を走らせて日本全国津々浦々をね、行きたいと思っております。あ、山田さん、あ、ケンさん、奇遇ですね、こんなとこで会うなんて。奇遇ですね、はい、いやバカ野郎。酪農されてる、ね、方とか、まあ、あの酪農家の方とかがこう一緒です、一緒です。心が温かくなりますね。日常の生活の中に喜びがこうほっこりとこう出てくる感じがしますね。はい、はい、どうも、私が、リリースしてるこちら DVD セットですね、全身指圧マッサージ、ディスク1、2、あと3、4ね、絶賛発売中です。